Peggy 18. Sega. Since before history, there has been a balance. The Umbral Witches controlled the dark, while the Lumen Sages controlled the light. But 500 years ago, an untold event shattered that balance and led to a dark period of war. Their kind was extinguished by a fearful humanity, spellbound by the Lumens. All the Umbral Witches were slaughtered, except for one. The one they call Bayonetta. You've been cheating on me, haven't you? 魔女といえば黒ヒョウと同じく、なんか女といえば女ヒョウみたいなイメージもあるんで、まあ、そういうイメージも込めつつ、まあ、ヒョウに変身してで素早く走ることができる、また遠くへ飛ぶことができるっていうことが、その敵とのあの攻防の中でも生きてくるんで、この敵を倒して瞬時に遠くの敵に走っていってコンボをつなげるっていう、人間の限界を超えたアクションっていうのも可能になるんですよね。ヒョウだけじゃなくて他にも、魔女といえばっていうことで他にも用意してますんで、アクションをいかにかっこよく面白くするかっていうことのために作った要素なので、まあ、自分で戦いを演出するっていうことを楽しんでもらえると思いますね。ボス戦っていうのは我々がテーマとしているクライマックス感っていうところに関しても非常に重要な部分を占めています。戦闘の緊迫感の維持についてなんですが、ボス戦に関してはとにかく大きさにこだわってます。その大きな敵とバトルをするための演出、まあ、シチュエーションですよね。そこには非常に工夫をしてます。でそれに伴ってどういったシチュエーションに合うか、どういうシチュエーションで戦ったら面白いかっていうところでボスのデザインを選びました。ベヨネッタの世界観を描く上で工夫したことっていうのは、単純に写実的な絵を描くっていうことではなくて、ちょっとファンタジーの味付けをした幻想的な世界観っていうのを描きたい。このベヨネッタというゲームで楽しんでほしい部分なんですけれども、ゲーム全部を通じてそのエキサイティングなアトラクションのような体験ができるというところを大事にしていて、例えば落下する時計塔の上で戦うだとか、こう吹き荒れる嵐の中のその瓦礫をこう飛び移って戦うだとか、スペクタクル感あふれるその舞台っていうものも今回は作り出して、その中で戦闘を楽しむ、まあ、そういう工夫を今回はしてますね。ウィチモークっていうのは彼女が魔力を使って壁にくっついて歩くことができるっていう能力で、これによって天地が逆転したような映像を作り出して、重力がどこにあるのかも分かんないような感覚の中で敵と戦闘を行うっていう、これはそのビジュアルのインパクトだけではなくて、まあ、壁を伝って歩くことでその 3D 空間っていうのを最大限活用することにも一役買ってると思います。このベヨネッタというゲームで次世代のアクションゲームっていうのがどんなものかっていうのをぜひ味わってほしいですね。